はい、どうもおはようございます。速稼塾の久保です。12月21日朝6時の相場解説になります。今日は久しぶりにね、月足から見ていこうかと思います。というのが、昨日大きな材料がドカーンといきなりぶち込まれました。しかも意外なことにですね、まあなんですかね、マイナス金利をやめるっていうところで、だいぶんですね、黒田総裁、安倍総理がいなくなってアベノミクスから舵を取り始めたのかなと。そして日銀総裁も今度入れ替わりますからね、あの円安方向から円高方向にちょっと舵を切ったんじゃないかなというふうなことを思いました。ですので、これからさらなるね、円高の方向への加速が進むんじゃないかなと思います。そういう意味で俯瞰してみたいときに、こうやって月足を私は見ることにしてます。というのが、月足を見るとね、あの1分足とか5分足とかってもう全然吸収されて分かんないでしょ。で、この中には1時間足も全然見えてこないんですよ。つまりは大きな方向性、ファンダメンタルズがよく見えてくるんですよ。で、大きな方向性、ファンダメンタルズがどういうふうに向かってるかっていうと、戦争が起きたのがこの辺りですよ。で、それから半年間ぐーっと上に一方的に上がってきました。そっから行動の限界点を迎えて、いろんなものがね、政策が変わってきたんですよ。まあコロナ支援も終わったっていうところもあったりとか、財政出動から徐々に緊縮とか利上げっていうね、そういうふうな流れになってきて、日本もそれに追従するんではないかなと、そう思ったのが、昨日実現しそうな雰囲気を出してきたかなということで、市場は大きく反応しました。で、下に向かう流れっていうのがこれからも大きくなるだろうと思うわけなんですよね。これが月足の動き方ですよ。ちょっと昔思い出してみるとね、こういった値動きの時もあったんですよね。121円から124円の時までです。だからこの辺りまではすぐに戻ってくると思いますよ。だから120円台って結構現実的でしょ。私はもうすでに120円台、例えば121円とか2円とかをターゲットに、145円あたりの玉を仕込んでますんでね。この辺りですよ、セルの方向にもうセルを仕込んでるわけなんですよ、玉をね。はい、それでここはちょっとね、皆さんに関係ないところですが、すいません。週足の方を見ていきましょう。全体の流れを見ていくときに、週足っていうのはヘッド&ショルダーが見えるというところを何度もお話してます。ヘッド&ショルダーね、これは見分けてくださいよね、こういう風な形でヘッド&ショルダーが出て、まさに肩のネックラインが今ね、ボタンと切れたところですから、しかも過去に設定したこの役に立つ3本線ですね。これっていうのは上り続けるときに半年前に使ったわけなんですよ。それが落ちてくるときにまた使えたわけなんですよ、これがね。で、それを今回全て突き破って下の方にもう出ていってしまったんで、ヘッド&ショルダーのフォールが起きるんじゃないかなというふうに思います。まあここまで激しいのがね、起きるかどうか分かりませんけども、でも今年の2月あたりはここだったってことを考えたら、元通りになるってことも十分考えられますからね。だから大きな流れでは大きな下落が起きるというふうに思ってもいいと思います。その中で細かく見ていると上昇するところもありますんで、1時間は1時間で別の理屈が働くってことは忘れないようにしてください。ただ迷った時はセルですよね。はい、次は日足です。日足は三角形三角形ってずっと言い続けてきましたけども、どうでしょうか。もうはっきりとした三角形になりましたよね。で、このテクニカルってのは実はね、材料も込みでテクニカルなんですよ。だから材料が起きてる瞬間は離れた方がいいんですけども、こうやって過ぎてみたらね、こういうのも込みでテクニカルができてるってことはお分かりいただけると思います。ね、この辺でも日銀の介入あったでしょ。でも今となってはそれ全てをテクニカルで解釈していくわけですよ。材料があったから例外ねみたいなところをいちいちね、チョイスして引っこ抜いて考えることはないんですよ。ファンダメンタルですらテクニカルの一部に取り込まれていくわけなんですよ。まあですんで、起きてる最中は離れること、しばらくするとそれはテクニカルに吸収されますからっていうふうな、あのいい例がこの日足で見れますんで覚えておきましょう。この後ですよ、ここと同じ水準を突き破って下落が始まって、一時期130円台まで入りましたけども、そこでは済まずに120円台までを私は見ております。ですので、今後の相場解説は来年になると思いますけども、120円台のお話をすることが多いんじゃないかなと思いますね。場合によっては110数円っていうやつもね、来年中には見えてくるんじゃないですか。はい、じゃあ4時間の方です。いよいよ今日のエントリーに関係があるところですけども、今日ははっきり言ってエントリーはお勧めしません。まだね、昨日の材料の余波がどのぐらい来るのかってことが出てないんですよ。よく言う半値戻し前値戻しかっていうのがありますけども、半値戻しも前値戻しも起きそうないなと思ってます。ただ分かんないですから、あと5、6時間は様子見た方がいいと思いますね。
今の時点では何とも言えません。このまんまこの N を書きながら下に落ちていく可能性もあります。1時間で見てみましょうか。 N の痕跡が見えると思います。これですよね。昨日の日銀総裁の発表からドーンと落ちて、見えにくいんですけども、一旦上がって下に行く、一旦上がって下に行くっていうことを繰り返して N を作っている戻り売りの最中なのかもしれないんですよ。だからもう一回ぐらいはこの戻り売りがあるのかどうか確認しましょう。反対に半値戻しとか前値戻し、まあないと思いますけども、こちらにも若干警戒心を抱きながら、ちょっと今日の午前中、場合によっては今日一日中は観察に当てた方がいいと思います。はい、それでは今日の相場解説は以上です。で、今回はですね、 FX オリガルヒと、速稼塾の限定動画共通でお届けしましたが、この後ね、こういう時だからこそ来年のためにも FX オリガルヒに今のうちにご参加くださいというお知らせをつなげておきますので、FX オリガルヒの方はね、ご覧いただく必要はありませんので、ここで動画の方終わっていただいて構いません。速稼塾限定動画をご覧の方は、真剣に FX のオリガルヒで、一緒に学んでいくことを考えてみてください。来年は値段が上がります。来年といってももう10日後ですからね。もう気がついたら50万になってますから、だったら今のうちにこの半年間の蓄積があるうちにね、ご参加いただいて、最もお得な期間に FX のノウハウを身につけていただきたいと思います。それでは本日は以上です。以上です。よろしくお願いします。で、ここから告知になりますけども、現在 FX オリガルヒ絶賛開催中です。この今週の月火水で利益を取った方は、どうやって取ったかっていうと、一部ね、この FX オリガルヒを上手に活用してくださった方がいるんですよ。もちろん一部じゃなくて全員が活用していただきたいんですけども、それぞれ生活スタイル違いますんで、チャートに貼り付ける方とかね、たまにしか見に来れない方、勉強中で今はロットを入れてない方でね、ありますんでね、みんなが儲けましたよっていうつもりはありません。ただしみんなが力をつけました。で、どのように力をつけたかってことをちょっとお話しますね。これ見てください。9月8日本日ですけども、すでに2時に、相場解説更新してます。警戒してくださいよっていうふうなタイトルつけてますね。で、9月7日は更新がすごくたくさんありました。およそ1時間半に1回ぐらいの更新ですね。つまりは1時間軸で私たち勝負してますから、1時間ごとに情報や判断の更新があるとついていきやすいんですよ。ね、メディアの方の取り上げられ方もここでね、お話してますしね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 昨日は10本の動画もう、つまり常に私のね、エントリーが見れるような状態ですよ。で、相乗りして儲かるわけですよ、そうなると。だから相乗りをして儲かってくださいよって話じゃないですよ。私の判断がどうテクニカルに基づいてるのかってことをいちいちお話してるんですよ。全部見なくても少しずつ分かっていきます。はい、で、これが昨日ですよね。トライアングルブレイクで141円達成するんじゃないかってあっという間に行きましたよね。で、こういった部分とかね。で、月曜日はなんで警戒するべきかってこともお話しております。で、別の週のこともね、こうやって動画にしてます。どんどん残してます。だから1日にね、少なくとも5本、多ければ10本の動画更新してますんで、もう常にリアルタイムみたいな感じですよね。判断に迷うときは私の判断を聞いて、さらに自信を深めてエントリーってことになると思います。横について話すってことはなかなかできませんけども、似たような感覚で FX オリガルヒは、まあ、学んでいけるんじゃないかなってことを考えたら、今ね、あと1人か2人ぐらいはなんとか受け入れていけると思いますんで、まだ枠があるうちにお悩みの方は参加されたらどうかなと思いますけどもね。はい、じゃあ FX オリガルヒの29万8000円セール期間は9日までということにさせてもらってますんで、お、明日までじゃないか。明日まで。はい、よろしくお願いします。